こんにちは、スリーです。はい、どうも、バシです。今回はですね、はい。いただいた質問にね、お答えしようと思うんですが、ええ。キャリオカステップ。ん？知ってます？キャリオカステップ。バシさんは。キャリオカステップ？キャリオカステップ。いや、知らないで知す。らない人です知らね。ないですね。浅いボールとか来た時 に、はい。よくこう、向こうからボールが来たとしたら、こう軽くね、踏み込み足出して、はいはい。こうやってスライスで打ちに行くことあると思うんですよ。ああ、ようやっちゃいますよね。で、そのままでもね、体を前に体重入れて打ったら、そのまま前に行けるから、アプローチショットとして、こうスライスで使うと思うんですけど、その時って私は右利きなんで、バックだったら、右足を前に出した後に、こうラケットが出てくるんですよね。ボールが来たら、こういう感じで打ちに行くんです。でもこれだと、ここまでしか前に足が出ないんで、勢いがちょっとね、行きづらいんですよ。前に、ネットに詰めづらいんで。で、アプローチってやっぱネットに早く詰めた方が、次でボレー取りやすいので、極力前に行きたいんですよ。素早く。なるほど。その時に、こうやって踏み込み足を出すんじゃなくて、キャリオカステップっていうのは、ここから、この足の後の、こっちの反対の足が、こう出て打つって感じなんです。ほうほう。流れでやると、なるほど。こうやって出ていくんです。ちょっとコミカルな。かっこいい。だから、こっからこう打った後に、この足の反動でこうやって前に行くから、ただ単にこうやって出るよりかは、勢いが出やすいんですよね。前行きますね、すごい。そうでしょ。こうやって出るよりかは、こうやった方がもう一挙にいけそうでしょ。すごい体ごと言ってますそうなんですよ。ただ、質問で、このタイミングがわからないっていうふうにね、わ。いう質問を受けたんで、ちょっとね、何を持ってタイミングかっていうのは難しいので、私が一番心がけてることを言うと、普通のアプローチだったら、こう、右足をね、踏み込み足で、右足を出した勢いで、こう、ラケット出るんですよね。だから、イメージは踏み込み足なんです。こうやって出したイメージで振ってるんで。でも、キャリオカの場合は、この足の後の、この後ろ足、これが前に出たと同時に、こう、打つっていうイメージなんですね。目安の足を変える。なるほど。だからこっちでずっと考えちゃうと、なかなか出れないんですよ。だからこの足はもう捨てて、こっからのこっちの足のメインにして、この足に体重が乗った時にそ振りの人に行がくっていう。前出た時に一緒に行くという感じ。だから踏み込み足は変わるんです。なるほど、そバッうク、右利きのバックの踏み込み足は右足なんですけど、キャリオカステップは左足が踏み込み足になると。だからこの足に合わせて飛んできたボールにこうタイミングを取りに行ったら打てるようになるんで、簡単な練習法としては、誰かにこう手でポンって出してもらって、はいはい。最初はこうやってね、右足出してこう前のスライスの練習をすると。こういう形でね。で、右足でタイミング取ったら、今度はやるときは、右から左足を出したときに、手で来たボールをこうやって打つ練習をすると。それがだんだん合ってきて、だいたいこうやって打つ感覚と、こうやって打つ感覚が分かってきたら、もうあとは一緒ですね。これで打ったら前に出るようになるので、この踏み込み足を逆にすると、タイミングが取れるようになってくるということなんで、あまりこう、難しく考えずに、こっちじゃなくて、右から左のこの時にインパクト。これの練習をしたいですね。こういった家でもね、実際家で今私やってるんで、壊すなよ。バシだけですけど、こうだけなくて、1、2のリズムで。これは結構いい位置で出る感じなんですけど、1、2のね、この時にボールを打つっていうのを、こうやってね、練習してもらったら、で、実際ちょっと手で出してもらったり。で、そこからちょっとラケット出しで遠くから出してもらったりっていうふうに、段階を経て、この左足で左足で体重を前に乗せた時に打つっていう感覚さえ分かったら応用できるので、ちょっとこのキャリオカステップっていうのはね、アプローチでは結構使うので、ぜひちょっと私がやったね、素振りとか練習して、できれば誰かに出してもらって、段階的にね、打つと。いきなりラリーでやるのは難しいの、タイミングが取りづらいので、ちょっとずつやっていくっていうのが大事なので、ぜひ参考にしてみてください。では終わります。ありがとうございましありがとうございた。ました。概要欄のテニス上達法もチェック。